Ladies and gentlemen, welcome to One Cook Japan! 今ね、駐車場に入れて、ここ、リニア鉄道館っていうね、こっち側に行くって、あっちだ、右行くよ。あ、まぶしまぶしね。右に行くよ、ゴーゴー。さあ、今日はレオチが大好きな新幹線や電車がたくさん見れる場所に向かっています。初めて行く場所なのでリュウチはまだ何が待っているのかはわからない状態だと思うんですけど、何か感じ取っているのかな。なんだかねワクワクしている様子です。いっぱいいろんなの工事中だね。まだまだ向こうだよ。一生懸命歩くよ、レちゃん。頑張れ頑張れ。もうちょっともうちょっと。まだまだまっすぐだよ。よーいどーん。トラックも止まってるね。気持ちいいね今日ね。暑くないし寒くないしちょうどいい。うわー到着ー。ここここリニア鉄道館。そう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 。そろそろ行こうか。すごいね、れいちゃん。本当だ。電車いっぱい。大きいね。それは何かな。こっちにもいっぱい。うわーすごいわ、レジ。かっこいいね。なんか小声になってしまうけど。中にもね入れるようになっています。新幹線の中入れるね。椅子にはね座らないでって書いてある。こっちから行こうか。こんな感じで展示してある新幹線の情報もいっぱい書いてありますよ。あ、ポップウォーター？本当だ。そうだね、機関車。まさかのね、るいちゃん。なんかちょっと暗くって大きい感じが結構近かったからかな、怖かったね。今ちょっともう汗だくになるくらいめちゃくちゃギャン泣きでちょっと怖かったかな。ね、電車は大好きだからね、見て楽しいんだけどちょっと迫力があったかな。ちょっと怖かったお茶飲んでね、屋外のね展示場のところでリフレッシュタイム。こういう屋外のね新幹線の展示場があるんだよね。そこに今座ってます。ね、大好きなんだけどね、急にねちょっと怖くなっちゃったかな。何も怖くないんだよ。電車が展示してあってこんな電車あるよって紹介してくれてるだけなんだけどね。まだちょっと難しかった。ちょっとドキドキしちゃったね。ドキドキしちゃった、あれちゃん大丈夫大丈夫。レチの大好きな電車、新幹線と機関車、あといろんなね在来線の電車もあるね。ちょっと怖くなっちゃったかな。ドキドキしたね。ちょっと休憩。
近くに電車が走ってるからね、それ見てるね。パンフレットもあるんですけど、本当はね2階建てでさっきの展示してあるような車両が39両もあるようなすごく広いところなんですよね。あとはシミュレーションができたり、鉄道のジオラマがあったり、映像シアターがあったり、キッズスペースもあって、とても充実した鉄道館です。いいだね、パパ。そう、ちょっとテンション戻ってきた。ちょっと落ち着いた。外走ってる電車とかはね、線路の近くで見ても大興奮で大好きなんだけど、まだうまく言葉で伝えるのが難しい段階だから、本当のところはどうなのかなって分かんないけど、想像だとちょっと大きくて迫力あって怖かったかな。落ち着いたらちょっとぐるっともう一回挑戦するけど、ダメならお外散歩かな。そう、船、港だからね、船がいるね。船も大きいね、レチ。じゃあもう一回さ、鉄道の中入ってみる？なんか。いや。今日難しそうだね。ずっと今ね、こんな感じです。外出てきてるけどさ、中にさ入らないとさ、一度中を通ってかないとお外出れないんだよ。そう、なんかもう一回中入らないと帰れないよ。頑張れる？やだね。今日こんなに怖いんだろうね。まあ初めてなんだけどさ。んだけど、いつもの線路の走ってる電車とちょっと雰囲気が違って、なんかドキドキしちゃったかな。電車行ってらっしゃい。